えるフェイスパックを提案します。当社の売上が20億だったんですけれども、今期で45億まで目標を設定しています。拡大するフェイスパック市場、次はどんな顔がヒットするのでしょうか。批判は強まっていますが、勢いは衰えません。戦略だけがビジネスと勝利へと導く。実績はある。どこ？指名争いは不動の今のところトランプ氏が首位を走っています。そのトランプ氏が7日ロサンゼルス近郊で発生した銃乱射事件を受けて、イスラム教徒のアメリカへの入国一時禁止を提案したため、アメリカの政界とメディアは騒然としています。ドナルド Total and complete shutdown of entering the United States。このトランプ氏の発言に対し、オバマ大統領は民主党はもちろん、身内の共和党内からも信教の自由はアメリカの基本原則だったと一斉に非難の声が。今村さん、トランプ氏はなぜこんな極端な発言をしたんでしょうか。はい、トランプ氏には銃乱射事件を受けて不安が高まる支持者にこの発言が共感を呼ぶという確信があったのだと思われます。I think it's a good idea. Everything's going on in the world right now. I mean, it sounds harsh, but reality's reality. トランプ氏の支持層を特徴づけているのは学歴です。CNN の共和党が発した世論調査では、大卒以上の支持率は2割弱に過ぎません。逆に大学を出ていない人の 46% が支持しているんです。この人たちはもともと共和党の指導部に対する反感を強めています。トランプ氏はそれに目をつけ、この人たちには受ける極論をあえて述べ続けることで強固な支持を得るようになり、他候補を引き離していったのです。トランプ氏が指名争いでこのまま首位を維持できるのか、あるいは逆に共和党が反トランプ氏の一枚岩となって結束できるのか、目が離せない状況です。以上、ワシントンをお伝えしました。それでは現在のマーク、ニューヨーク市場です。ダウは上昇、ナスダックは下落して取引が始まっています。続いて商品市況です。こちらはご覧の通りとなっています。日本が官民挙げてバックアップしました。体脂肪減らしたいですよね。そのためには何事も続けることが大切です。
案が重なります。